権限っていうのはですね、権利と権力で構成されてるんですね。こんにちは。プロジェクトバラエティ系 YouTuber ナビゲーターの伊藤田です。今日もつかの間のマニアックバラエティ番組としてお楽しみください。ということでですね、今日の話題は権限。権限でいきたいと思います。張り切ってゴー。なんで権限をですね今日のテーマに出そうかなと思ったかっていうと、プロジェクトマネージャーのお悩み相談でですね、まあ権限がないのでね、人を指示できないとかですね、プロジェクトがうまく進まないとかですね、そういうお悩みをですね結構多くいただくんですよね。確かにですね、日本のプロジェクトマネージャーは欧米に比べるとですね、あまり権限がない印象ですよね。ぶっちゃけですね、権限はあった方がですね、まあいろいろ便利なことありますわね。逆にですね、こう冷静に考えると、プロジェクトマネージャーの権限が高ければですね、本当にプロジェクトマネジメントがうまくいくのかっていうのもちょっと疑問ですよね。なので今日はですね、そこら辺も含めて権限について深掘っていきたいと思います。恐縮なんですが、今日もですね、私の出版物の一部をですね使って解説していきます。まずですね、基本知識で大変恐縮なんですけどね、権限っていうのはですね、権利と権力で構成されてるんですね。この2つで構成されてると。権利っていうのは何なんだっていうとですね、話をすんごく単純化すると、あることをしていいよとかしないでもいいよという資格みたいなもんなんですよね。これはですね、よく役職とか役割に紐づいてます。じゃあ今度はですね、権力って何なのっていう話なんですけど、これはですね、他人や集団を行動させる力みたいなもんなんですね。まあ話を単純化してお伝えしますけど、そんでもってですね、この権力っていうのはまた2つに分かれるんですよ。それがですね、公式のパワーっていうのと非公式のパワーっていうものです。じゃあこの公式のパワーって何なのっていう話なんですけど、職務役割とかですね、あとは第三者認証とか資格による専門性とかですね、組織の後ろ盾によるパワーとかですね、まあそういったものが公式のパワーって呼ばれてるんですよね。じゃあ非公式のパワーって何なのっていう話なんですけど、これはですね、人間的な魅力とか、あと能力とかですね、対人関係力とかですね、そういったものが非公式のパワーと呼ばれるんですね。皆さんもですね、こういうような場面とかですね、経験したことがあると思うんですけど、例えばですね、同じ部長さんでも成果が出ている部長さんと成果が出ていない部長さんっていますよね。つまり同じ権利を持っているにもかかわらず、成果が出ている方と出てない方がいらっしゃるってことですよね。あとはですね、例えば同じ資格を持っていても成果が出ている方と成果がなかなか出ない方っていらっしゃいますよね。つまり同じ権力で同じ公式のパワーを持っているにもかかわらず、成果が異なる場合がやっぱあるんですよね。これはですね、昔のピンボックでも言われてることなんですが、実はこの権限っていうのは、権力の中のさらに非公式のパワーっていうのが極めて重要だっていうことなんですよね。まあ、つまりですね、権利とか権力の中の公式のパワーを持っていることに越したことはないんだけれども、本質的にプロジェクトマネージメントをうまく回す、もしくはリーダーシップを発揮するにあたっては、この非公式のパワーっていうのがとっても重要になるんですよね。信じるか信じないかはあなたの体調次第です。非公式のパワーはですね、先ほど言った人間的魅力とか能力とか対人関係力っていうことをお伝えしましたけども、例えばもっと分かりやすく言うと、この人とだったら一緒に仕事してもいいなとかですね、この人だったらこの仕事を任したいなとかですね、そういった人間的な魅力のことですね。もっと分かりやすく例えると、例えばですね、チームメンバーを尊重する姿勢とかですね、前向きな姿勢とか、高い志とかですね、粘り強くこう頑張る姿勢とかですね、そういった人間力とか姿勢がですね、やっぱり相手の心を打ちますよね。これはですね、逆に考えるとすごく分かりやすいんですけど、例えばですね、メンバーを全然尊重しない人、後ろ向きで愚痴ばっかり言う人、志が低くてですね、やっつけ仕事ばっかりしてる人、物事をですね、すぐに諦めちゃう人、まあこういった方々にはですね、なかなかついていこうかなと思えないですよね。ということで、権限のお話でした。で、皆さんにちょっとご相談なんですけど、まあ、若干ですね、ちょっとネタ切れしてきましてですね、まあ、その理由がですね、PMP の試験がですね、結構ステーブルになってきたんですよね。こう
変更が少なくなってきたというか、なので新しい情報があんまりないという感じになってきたので、まあプロジェクトマネジメントに関してですね、まあ、なんか聞きたいこととあればですね、ぜひコメント欄に入れていただけるとすごい助かります。今回の動画が皆さんの何かのお役に立てたら嬉しいです。これからもですね、皆さんのお役に立てそうな動画をどんどんアップしていきたいと思いますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではまた会いましょう。バイバイ。